い、どうもノブチョンのラタケションです。はい、こんにちは。はい、私ね、お店の方をね、10日ぐらい経って遊んでたんですけど、久しぶりにお店をオープンしました。はい、片付けしてバタバタしてるうちにね、もう時間が過ぎちゃってね。あ、なんだ今これ倉庫の方に来たんだけど、どっかに隠れがってなけんだよ、やろ。シャッター開いてからいるはずだね。はい、発見。何隠れてんだかね、やろ、おめえ。おいぞ、やつ。え、はい、おめえ、カメラ回してよ、おめえ。はい、どうもってやる気したっけよ。いきなりお客さん来られて、おめえ、カメラ回してる暇ねえ。ちょっと今、ラーメン作ってっから。はまってらんねえんだ。じゃあ、もう一回注文に戻るよ。はい。後くから、後。あ、よー、おめえ。はいよー、じゃあね、今ちょっとね、お店のバタバタって物作って人段落すると出てきました。お金ちゃん、はい、はい、どうも。はい、どうも、こんにちは。今日は何やってんだ、これはね。ヘッドライト磨いてる。ヘッドライト、これおめえのエッセイじゃねえか、おめえ。はい、え、はい、今度はえ、なんだ、フィットお客さんの頼まっちっから某車場のフィット某車場のフィット頼まっちっからその前に自分の車でちょっと実験してんの。実験して、うん、これだかどうかな。これだ、このペーパーの講習会を、うん、受けに行って受けに行ったのな。受けに行って、まあ、で今実践な。そうす、やってんのな。だから昨日はポリッシャーも必要だったんで、ポリッシャー買いといたんだ。ポリッシャー買いに行った。もともとこのぐらい濁ってるライトだな、これ。同じくらいで食べ、あ、そう、同じくらい。だいぶ濁ってますけど、これは今ケンちゃんがちょっと新商品でやってんのな。そう、新商品でやってみてるな。どんな中か、どんな中か、こちらの方がどんな風に変わるか、はい、楽しみに待ちたいと思います。はい、じゃあまたあとで。はい、はい、はい、じゃあね、はい、金ちゃんがね、これ磨き方してたらね、はい、お客さんが来てくれました。はい、どうも。あ、どうも。はい、うちの先輩です、地元の。お帰りなさい。はい、ただいまです。帰ってきたんですね。はい、もう農業スパイクで立ってるんですけど。あの、以前に、あの、磨きね、金ちゃん磨きコーティングした車あんのね。はい、ね、はい、あの、動画見出てくれて、来てくれて、地元の先輩が、今ちょっと宮城の方にいるんですけど、わざわざ帰ってきて、来てくれました。で、はい、鍋ちゃん T シャツ着て行かれてますね。相当ですね。金どうする。いや、いいほで、おめえ、はい、お土産持ってきてくれたんだ、これ。これ T シャツすごいっすよね。なあ、はい、俺なかなかで嫌な T シャツ今広げらんねえな。カメラ感じてには無理だ。あの、なんかこれなんかかっこいい、金の好きそうな、はい、なんかおっぱいやる T シャツだな、はい、いいですね。いいな、はい、え、とりあえずあの手ぶらで来ないで、うちの先輩はちゃんとお土産持ってきてくれました、はい、ありがとうございます、ごちそうさまでした。いやいやいや、ちゃんとあのうちでね、ご飯食ってから来たんで今。美味しかったです。ありがとうございます、はい、とりあえずあのお土産もらったってことで、はい、ありがとうございます。それだけです。じゃあちょっとカメラ止めて喋りますんで。はいよー、じゃあね、今度金ちゃん、はい、行きました。シングルポリッシャーでやり始める。どうしたの金ちゃん、やべえ、焼いちゃったの。シングルだから強い。まあ自分のだからいいで。ああ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 あ、シングルポリッシャーだからな、手だここでいじりきたからな、はい、あ、でも艶はだいぶ出たな。すげえな、これ。あれな、初めヤスリでやったのか。そうです、ヤスリでやって、で、コンパウンドコンパウンド今やって、意外、うん、どうしたの。やっちゃった、焼いちゃった。はい、はい、キッチン、自分の車失敗しました。はい、うん、やったな、お客さんのじゃなくて、やっちゃったっすね。ちょっとシングル久しぶりに触ったんで失敗しました。今わざと焼いたんだべ。え、わざと焼いたんだべ。わざとじゃない、焼いたのもこう直しますみたいな。いや、え、なんだ。おい、マジで焦ってんじゃねえか、おい。マジで焦ってますよ。映画化難しいっすね。なんかでもいいべ、自分のな。まあ、そうっす、はい。とりあえず、でもすごい綺麗になったね、やっぱな。全然違うな。はい。こんなにこう、真っ白けに濁ってたやつが、こう、さっとペーパーかけて、シングルかけたらこんなに、すげえな、うん。すごいな、ケン、これ。すごいっすよね。なあ。まあ、練習しろ。はい、あと、俺どもやっとけ。いや、次でもガラスだから。いいからやっとけ。あ、ガラスはアルファードの方よ。アルファード。やっとけ。俺のは焼くなよ。はい。
なかなか新しい道具協力でございます、まあ、頑張ってやってますんで。はいよー、じゃあね、こっち側さっきピカピカにしたのを移したんですけど、今度こっち側はね、はい、白い濁りがどのぐらいシングルのプレッシャーで切れるのか、はいよー、やってみます。はい、どうぞ。はいよー。あ、いいね。あ、帰るね。あ、はい、どうも。はい、金ちゃんがピカピカに磨いた車も旅立ちました。綺麗だな。ですね。あ、やっぱガラスコート効いてんな。はい、早速走ってたので、いいですね。今から行って草刈りするのかな。頑張ってくださいだろ。まあ、とりあえずこっち側さらっと磨いても。だいぶいいな。あ、いいな。だいぶ綺麗にはなくて、やっぱこの小傷は出るんだな。この傷消えないですね。まあ、ちょっと、いいか、ちょっとアップで見る。見づらいかな。どうしてもこの小傷消えねえな。まあ、塗装かけるわけじゃなくて、削ってるだけだからな。うん、樹脂のひび割れですからね。なあ、ひび割れな。ひび割れたのは直せないですか、ね、このひび割れまで本当は削り落として塗装かけるのか、もう、800番、うん、1000番、うん、1500番、うん、3000番、2000だって。2000ですか、うん、2000、3000ってやってるんですけど、うん、今は3000番で一気に仕上げちゃったんですよ、うん、あ、これで3000番使ったんだ。3000番使った。あ、じゃあ初めの下準備がちょっと急ぎすぎたんだな。まあ3000番で綺麗になったなと思って、うん、あ、雨や。まあ、でも今回になれば世の中そんな甘くねえよめ。いや、竹ちゃん、そんなお金取れないですから。そうだな。そんなまで許してください。そうだな。じゃあ、コンピって、はい、でも、一発仕上げでもこのぐらい綺麗になるってことだな、はい、だいぶ綺麗だけどな、はい、うん、いいと思います、はい、こっちと比べたら分かんな。ほら、磨いてないとこ、こっちが磨いたの。あ、全然違うね。違うですね。ああ、まあ、頑張ってやっててください、はい、またお客さん来たようなんで、私通常業務に戻ります。あ、はい、はい、じゃあまた。はいよー、じゃあね、はい、お昼もお届けました。いや、金ちゃん、だめ、隠れんな、この。ああ、見っかってる。え、いや、これかっこいいな。ああ、え、かっこいいな。チェリーボーイか。チェリーボーイかっこいいべ、お前。え、チェリーボーイ。ああ、ナンバープレートねえけど。はい。どうしたんすか。え、ナンバープレートしてたんすか。ナンバープレートぶっ投げてったわね。さすがっすね。ぶっ投げてったわね。さすが、柏のスターチ。ぶっ投げてったわね。ナンパ必要ですからね。ところでだね、今シャッター閉めるきしてたけど、はい、どこ行くんだおめえ。ピースに。ピース？なんだって。え？なんだ。なんだってピースに。な、呼ばれてたの？呼ばれて。なんで？なんで？え？よ、こう部品交換お願い。ああ、車だ。車いじくるのにな。はい。あ、そっか。え、なんか今日は磨きの仕事がちょっと。はい、磨きの仕事が空いてるようで早いから。あ、早いですか。空いてピースに行ってなんか作業頼まれたみたいで、はい、いいな、ピース行くのか、はい、俺また忙しいから行かんね、はい、まあ気をつけて行ってこ。あ、すいません。じゃあまた頑張って。はい、はい、じゃあ金ちゃんが旅立つようです。ペペ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 さよなら。よーじゃねえ、はい、夜の営業になりましたね今ね。夕方、はい、5時半なったんで店開けてるんですけど真っ暗です。本当に日用事の早くなったよね。近況たちもいるね、知らねえと。10日間くらい店休んでたからやっぱりどうなんだべな。客足の方はね、寒いしな、これ。
今ちょっと予約の電話が来たけど、夜の営業はお客さんとなんか、ね、ちょっと少々お客さん来るの待ちたいと思いますね。はい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 。じゃあね、ありがたいことにね、今そこでヘラヘラ喋ってたっけ、5分もしないにお客さん来てくれました。ちょっとね、準備するんで、あ、金ちゃんは今日多分あと帰ってこないと思うんで、あ、ピース行ってこのままということでお家帰るのかな。あ、ちょっとこの夜の部頑張りたいと思います。はいよー。でね、まあ、お客さん一組だけ入ったからとりあえずね、みんな今かまた来るって言ったから忙しくなる前にご飯食っちゃいます。え、すげえべ。これあの今年の新米香りました、連休明けから、はい、ナプちゃん新米になりましたんで、新米の方を食べてみたいです。さあ、今野くんいただきます。うめえな。今年の米は栄養的です、これ今野くん、ツヤツヤして、え、米だけでも食えらな、おかずいらんでくれた、これ、うん、米好きだもんな、うん、米好きだもんな、米大好き、うん、あとはこれ、はい、一緒に味噌ラーメン、味噌汁代わりに作りました、うんうん、これはなんか食い慣れた味、うん、とりあえずまだな、今お客さん行くからな、うん、作るもん作って出したから忙しくないね、ご飯の動画でございました。あと、ケンちゃんも来ないしな、うん、さっさと食って仕事で持つ、え、また来ます、また来ますってな、俺昼寝室に帰ったんだ、また来ますって仕事入ってっかな、うんだ、うん、まあ、明日仕事入ってなきゃいけない、明日側は分かんないけど、なんか言ってたな、うん、まあとりあえずヘラヘラしてても時間なくなるんで、さっさと食って仕事します。じゃあそういうことでまた皆様会いましょう。あの連休明けでもね、ありがたいことにみんな来てくれるんで、とっても感謝してます。じゃあ皆様ございましょう。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。こんちゃんの新米食べに来てみんな、美味しいです。はい。